子供と絵を描く妻。ところが夫が紙を取り上げ iPad を差し出します。こうして夫は時代遅れの妻をバカにします。エマ、エマ、エマ。ところがエマ、妻が完璧に復習します。この動画は2010年代の初め、タブレットの技術が話題だった時期に公開されたフランスのトイレットペーパーブランドルートレフルの CM でした。紙はデジタル時代でも重要な役割を担うというメッセージを込めました。その結果 CM が公開されると実際のトイレットペーパーの売り上げが2倍になったといいます。マーケティングの良い例を見せてくれましたね。